シーチャンネルクリッパーのフィヨンです。今日はですね、じゃじゃん、この可愛い羊ちゃんを見ればわかると思うんですけど、このもうふわふわでモフモフな髪の毛の巻き方をご紹介したいと思います。バイバイということで、一瞬の出番でしたね。はい、ありがとうございました。コテはですね、おなじみ32mm、温度は180度ですね。じゃあまずはじめに後ろ半分に分けます。そしたらこの半分の毛を3等分にします。で1で、これをまた2つって感じですね。3等分にしたら、まずこの一番初めの髪の毛を外巻きにします。外巻きにするときに結構上の方からしてあげるといいですね。毛先は巻きません。モフモフにするからちょっとやりすぎ感があって、ちょっと抜け感を出したいときはこの毛先を巻かない方がいいって誰かに教えてもらいましたって感じで巻きます。で、全部外巻きにします。で、巻きは冷めた時にカールがつくから、そのもし本当に緩く巻きたい時は巻いてすぐ崩せばいいし、ちょっとカールを残しておきたい時はこのカールの状態をキープさせて冷ましてから崩すとちゃんとカールがつきますね。で、全部巻いたら、まあ、とりあえずここは放置の感じで反対側いきます。3等分にする時は1個目を耳の後ろを基準にして分けてあげると結構うまくできると思います。基本は前から見た印象が大切だし、ピヨンは前を結構気合い入れて後ろを適当にすることが多いかな。ズボラのところがあるっていうか、基本ズボラなんですけど、最近ね、あったかくなって春が近づいてきますね。春といえば出会いの春だし、やっぱモフモフにして可愛い感じにしたらやっぱ出会いもあるかなって。だからみんなも練習してください。これでベースの巻きが完成しました。そしたら一気にシャン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 って感じで崩してあげます。そしたら、まあもう下は結構モフモフな感じだし、その毛先はちゃんとストレートな感じが残ってるから、なんかそんなやりすぎ感がなくていいとフィヨンは思ってます。次、ここが結構ぺたんこで、ここだけボリュームあるみたいな感じになってるから、ここに巻きを足してあげます。コテをこうやって下の方向に向けます。この毛を挟んでこうやってここに巻きつけるんですね。そして10秒ぐらい、まあ10秒過ぎてるけども、こうやって抜いてあげると上の方からちゃんと巻きがくっつくんですね。で、この時にそのままじゃなくてちょっと伸ばす、これを。なぜかというと、やりすぎ感をなくするためで、ちょっと伸ばしてあげて、ぴょんやると、ほら、このモフモフ感が出るんですね。これ本当にフィヨンもなかなかこれはハイレベルな巻き方だなって最初思ったんですけど、こっちとこっち全然違うの分かるかな。し、こっちの方がなんかモフモフみたいな、このモフモフ感が現れたと思いますまあ後ろはね、ちゃんとできてなくても後ろはまあごまかせるから。あっち、指についた。みんなこれ本当に気をつけてね、やけど。はい、そしたらもうこっちの完成です。どうでしょう、アフター、ビフォー。なんかこのトップがちゃんと巻かれてるだけで、なんか可愛さっていうか、なんていうの、多分こっちの方がちょっと大人っぽい感じだと思うけど、こっちは可愛い印象になると思います。そしたら前髪なんですけど、前髪も外巻きにするんですけど、この前髪だけを巻くんじゃなくて、この下の髪の毛をちょっと入れて一緒に巻いてあげるのがポイントです。で、ここでフィヨン、ちょっとフィヨンポイントを言いたいんですけど、前髪がこういう中途半端な時はなんかここだけ前の方だけ巻くんじゃなくて、ちょっと後ろの方を個別でこういう風に巻いてあげると、なんかちょっと動きが出て可愛さが倍増される気がして、最近フィヨンこの巻きっていうか前髪の巻き方を発見しました。仕上げに、じゃじゃん、ケープのふんわりスタイルを、今日はふわふわモフモフがテーマなので、
このふんわり材料を全体的にかけます。スプレーかける時のポイントは、結構同じ位置にシューってやっちゃうとそこだけ硬くなっちゃうから、全体的にこんな感じでやりながら、なんかまだらじゃないけど全体的にちゃんとスプレーがつくようにすると、ふんわりが残っていいかもしれないですね。これで完成です。後ろもこんな感じで見せますね。ちょっとこういうのでふわんってやったりしたら、男の子とかキュンってしてくれるのかな、かなどうでしょう、どうでしたか。はい、何も喋れないですね。ありがとう。これだと髪にボリュームがあるから、なんかお洋服が結構タイトな時とか、シンプルな時にこういう風なちょっと派手っていうか、ボリュームのある髪型をしてあげると、なんか全体的なバランスで地味にならないからいいかもしれないですね。いかがでしたでしょうか。じゃあこんな感じで今日は終わろうと思います。もしこの動画ためになったなとか、もっとフィヨンが頑張っていろんなそのヘアレンジとかメイクとかをこれから YouTube に載せていきます。チンのケイチセヨー。あ、クラウン、오늘은이만하겠습니다。アンニョン、バイバーイ。この子もバイバーイ。